奇妙な無言電話あなたは不愉快な電話を経験したことが終わりですかいいえ、互いに話している内容が面白くないというのではありません。いたずら電話というのでしょうか。ベルが鳴って急いで受話器を取ると、先方は何も言わないままで、しばらくするとプツンと切れてしまう。あれなんです。 相手は無言であるが、なんだか息を殺しているような気配さえも感じる。そんな時はとても不気味ですね。最近は礼儀作法を知らない人が多くなったようです。挨拶や詫びも面倒なのでしない人がいる。だから多くの人の中にはそのような変わった人がいるものだと今までは単純に考えていた。 私のところにもそんな電話が時折かかってくる。それも深夜にです。一体どんな人間がそんなことをするのだろうか。一度その人の顔を見てみたいと思う。きっと教養のないまともな仕事もしていない人であろう。そんなことをしても一体何になるのでしょう。